革命使うなと共産党が因縁をつけた。共産党の小池晃初期局長は3日の記者会見で安倍晋三首相が内閣改造で人づくり革命担当省を新設したことに対し革命という言葉を軽々しく使わないでほしいと不快感を示した。同党は公領に社会主義革命を掲げており小池氏は 革命をやるるのななら政権交代すししかないと指摘した一方、民進党代表選に出馬する前原誠二元外相が、過去に共産党をシロアリと表現したことについて、今、シロアリよりもヒアリの方が怖い。あまり気にしていないと述べ、引き続き、民進党との選挙協力で政権交代を目指す考えを示した。 革命で真っ先に思い出されるのは産業革命だ。次いでフランス革命あたりだが、これはフランス民衆に成功をもたらしたものではなかった。元の意味は、中国古来の液性革命から出たもので、天の命が改まり、王朝が後退することを意味した。この語が、レボリューション、レボリューションの訳語に当てられ、現在に至っている。多くの場合 社会の根本的な矛盾から生じたさまざまな混乱や腐敗などによって醸成された民衆の不満がわずかな事件を契機に爆発して革命に進展するとされる。決して日本共産党の先輩特許ではない。では、池田大作長のベストセラーらしい人間革命にも使うなと抗議したのか安倍総理の意気健康たる内閣出身の。 激に因縁をつけたいだけ。まさにチンピラ共産党の面目役所。放っておけない城ありですが。